실패가 와야 되니까. 맞다. 그만해. をご覧の皆さん、こんにちは、倉科カナです。読んでいきます。この撮影をやってみて初めてスーツを着たんですけど、なんかそんなにバリバリお仕事をする感じの女の子ではない感じだったので、スーツを着てもちょっと抜けてるっていうか、もともとあんまりシャキッとしてるんですけど、どこか抜けてるので、スーツを着てもう活かして撮影したいなと思ってて、まあまあできたかなと思いながら、カメラマンさんが前も写真集とか前のガールズでもご一緒した方なので、なんか安心してなんか一緒に楽しみながら撮影が今日できました。二人で遊びながらやってましたね今日は。はい、やっぱり新しい場所に行くのって、私でも時々ちょっとあんまり人見知りとかもしないんですけど、私でもちょっと時々怖いなって思う時があるんですけど、みんな同じだからやっぱり固くならずにちょっと楽しく自分らしく、お仕事とか新しい場所に行くっていうのはね、勇気がいるけどやっぱ楽しむのが一番だと思うので、そんなに怖がらずに楽しんだらいいんじゃないですかねって思います。どうだ。